この僕が乗ってるレジェンドに購入後に追加したカスタムをね、以前まとめて動画にしたんですけど、そこからねちょっと追加した、さらに追加したカスタムがあるんですよ。まあカスタムというかね、ちょっとね気に入ってない部分があったんですね。でどこを直したのかという話なんですけど、それはですね、この写真を見てもらうと分かるんですけど、これ僕ね1箇所どうしても気に入ってない部分があるんですよ。まあ正確には2箇所かな。それはですね、フェンダーの裏とナンバーの裏ですね、それが見えてしまっているわけなんですけど、そこがねちょっと雑然としているというか、そういうわけでねこの部分をブラックアウトすることにしました。まあ要するにスプレーで塗っちゃったってことです。塗るとこういう感じになりますね。割とね黒く締まってて、このタイヤとねフェンダーの間とか結構ね光が回り込んで見えてしまうと、あんまりねかっこよくないんですよ。できれば黒く潰れててほしいんですよね。で黒く塗ってさえしまえばこのように必然的に潰れるわけなので問題ないかなというわけです。このように黒くなってない場合、まあ後処理でね黒く潰すとかしなきゃならないので、やっぱりこの黒くなってる方がかっこいいですよね、見栄え的に。多分ブラックのボディ買ってる人はこの黒はないと思うんですけどね、シルバーとかグリーン買った人だと写真撮っててちょっと気になるなっていう部分ではあると思います。あとはですね、これはこのレジェンドを買う前からやりたいなと思ってたカスタム でたまたまねツイッターでフォローしてる人がねこのカスタムをやってたんですよ。でやっぱりね、あ似合ってるなと思ってでやってみることにしました。このタンクパッドですね。このタンクパッドはもちろん滑り止めっていう意味でも実用的なわけなんですけど、デザイン的な意味合いでもですね、ここのところに黒いポイントがあるとちょっと締まって見えてかっこいいですよね。で実際に使ってみると、こうやってね膝がねタンクに直接当たらないゴムでワンクッションを置くことによって非常に使いやすいですね。このタンクバックのこのねマグネットがこのパッドのところで蹴られちゃうのはどうかなと思ったんですけど、意外とちゃんとくっついてますね。この辺りに今マグネットがいるので、問題なくくっついてます。というわけでね、細かい部分ではあるけどもレジェンド 150S をさらにカスタムしてみましたというお話でした。ではまた。